と、ももじゃでございます。今回は、最終回してしまったっていうか、放送を終了してしまった、王様戦隊金王者なんですが、メダルキャンペーンね、とても安く売っていたので、今回はね、何が出るかなと思って、対抗していきたいと思います。一個ね、42円とか44円ぐらい。はい。かなり不吉な数字だったんですけど、売ってたので、ね、安く、当てていきたいと思います。こういう金に、一回で、恐竜じゃ昔に、買ったことあるぐらい。こういう方かな。で、まず、カードの方から。こういうチェックリストのカードがね、あるんですよ。表に見ると、チェックリストのカードが5種あるのね。おー、この、メダルにもある、これで、これで11番。やつが出ました。はい。でね、まず、チェックリストのカードから見ていきたいと思うので、もう一つね、開けていきたいと思います。チェックリストのラメをしてます。あれが出てきた。あれ、メロン味だったものがあるんだよね。はい。おー、いいじゃない。全員いるね。あ。まあ、初期の全員いますね。はい。いいですね。はい。最近、メタゲジャ王者はね、ものすごく効いてるので、最近ね、ガチ王者、ちょっとね、またハマってるので、ガチ王者ぐらいに。まあ、見ない、ガチ王者、行きたいと思います。はい。じゃあね、早速、悪いってかことは、この、5個、じゃないでしょうかね。おーい。はい、ギラが出ました。めちゃくちゃいい。これは、ギラいい。ちょっと開けるか。これなんか、メダルのね、キーホルダーとして、キラが出ました。これを、もう一個は、こっち入ってきて、これ開けます。はい。お、四角ということは、ここか。全員、いたら嬉しいな。あー、いい。いいねー。これは持ってなかったですね。はい。ということで、こういう結果となりました。最後ね、飴のね、味だけは。なんかね、本当にメロンだったんですが、緑だった。あ、メロンじゃない、これ。何味これ。